他の物理っぽいところ、まあ、物性光化学講座という大講座の説明をさせていただきます。物性光化学講座は4研究室からできています。できてますというか4研究室持っています。で、岡本木田研というフォトニクスをやるところと、うちと高木田研と指導していくという研究になっています。で、岡本木田研という学問的には、光物性というのが専門になっています。で、まあ、いろいろ書いてありますが、対象とする物質は、まあ、共相関電子系という、まあ、ややこしいものをやっている、あるいは低次元系をやっているわけですが、何をやりたいかというと、ものすごく早く、ものすごく早くてどのぐらいかというと、まあ、10兆分の1秒よりもちょっと早いぐらいのスピードでものを変えたいというようなことをやります。それから、まあ、これもスイッチング、光スイッチング、これは物を変えると、これは光と光のスイッチングを、そのぐらいでやりたい。それから、有機トランジスタ材料のキャリアダイナミクスを調べるとかいう、割と原則的なことやら、新しい文法を開発するということもやっていらっしゃいます。で、ここに書いてあることは何かというと、まあ、とっても早く、電気が流れないものが電気になりましたよというのを作りましたということなんですけども、これはどういうことに役に立つかというと、電気を通すことに役に立つというよりは、電気が流れないものと流れるものってその反射率が違いますから、こういうことをやることによって光を入れたら次の光が反射しやすくなるというような、まあ、そういうような応用を目指してやっているわけです。もちろん観測論としてもとても難しくて、これフェムトっていうのは、1000兆分の1ですが、そのぐらいのスピードでどういうふうにものを見るかということもやってほしい。それからこれはですね、光とか電波のパルスで、まあ、共有電体っていう、物質の中でプラスとマイナスが勝手に分かれているっていうのがあるわけですけど、そのプラスとマイナスをパコッと変える、プラスとマイナスをピッとスイッチするのにものすごく早くやってあげましょうというようなことで、これは今年度ですね、作った成果で、まあ、結局こういうことを皆様の先輩になるかどうかは、メンバーは分かんないから分かりませんが、今大学院の方がこういうことを一生懸命やっていて、でものすごく早くプラスとマイナスで変えることに成功したというのを、まあ、各紙に載せている。それから、これもスイッチングなんですが、これ今度はですね、光の方の波数、波長というか、これを電波に近いところ、まあ、電波までいかないんですけども、テラヘルツというちょっと変わった光でやってあげましたという感じです。このテラヘルツっていうのも、ここ10年ぐらいどんどん進歩していく、分野で、波長が、まあ、ミリとか、そんなもんなんですけども、そういうような、まあ、電磁波でも、いろんな面白いことができるというようなことをやっています。まあ、これも、岡本木田研の割とメインのテーマになっています。で今度はうちの研究室ですけども、うちの研究室は、いろんな物質機能を作りましょうということをやっています。で、まあ、これ最近の学生さんの修士論文とか博士論文の、テーマですけども、なんか高校に直接性とか、超電導を作ろうとか、形状記憶効果を出そうとか、光を曲げてやろうとか、いろんなことをやっています。で、キーワードは対称性の破りというのを使おうということです。ちょっと難しいので、もう少し分かりやすくしたのがこれで、まあ、どういうことを目指しているかというと、基本的には、まあ、いろんなことをやってますが、消費電力を非常に小さい電子デバイスができたらいいなとか、磁場で形を変える。これは要するに遠隔操作で物の形を変えて、例えば体の中のマイクロマシンみたいなのに使えるかもしれない。それから新しい光デバイスを作りたいとか、光で磁場を操作することで新しいメモリを作ろうとか、まあ、そういうようなことをやってるわけです。それから、まあ、対称性という話をしましたが、これは結局原子がどうなるかとか、電子スピンがどうなるかっていうのを知りたいわけで、そのためにスプリングウェイトとかジェイパークとかいうような、まあ、量子ビームということで言われているんですけども、そういうようなので、どういうふうに並んでいるかを精密に測ろうという、まあ、その測定論の研究もしています。うん、で、まあ、これ来年度どうなるかっていうメンバー構成で、学部生は物理系の場合はまだ決まってないのを書いていませんが、まあ、こういうメンバーになります。ドクター4名、修士
中で、うちの研究室は学生が1名、2人ぐらい学生3名、まあ、この2人はまだ今学部生ですから2人ぐらい学生になるかならないか分かりませんけど、まあ、これになっていて、国際会議でも、まあ、皆さんに発表してもらっています。それから、研究室の中では、まあ、もちろん研究してもらって講義も聞いてもらいますが、あの健康増進の会って、まあ、僕が好きなだけで使ってみそうやったり、お茶会といって週3回ぐらいみんなとお話をしたり、リンゴをやったり、それからゼミもやって、それからバーベキューとか旅行とか、まあ、そういうように、まあ、大変というか、いろいろ思いたくさんやっております。それから今度は雨宮研究室の話をします。雨宮研究室のキーワードは放射光化学ということです。で、放射光化学って何かというと、電子をものすごいスピードで回すと、すごく明るい電磁波が出てきます。その電磁波というのは、もちろん赤外領域も可視領域も出ますが、X 線の領域も出ます。その X 線領域を使って、ナノメートルっていうと、10億分の1メートルですが、そういうのものすごく小さい構造です。しかもそれがゆらゆらしているのをどうやって見るかというのを、で、そうやって言うとすごくサイエンティフィックな、つまり純粋科学的な感じがしますが、それは実は何に使えるかというと、柔らかい物質がどういうふうになっているかというのを見るときに使う。柔らかい物質というのはもちろん生体とかも含みますが、その他にゴムとか、まあ、そういうものも含んでいます。で、これ雨宮研というのはあの企業とも結構共同研究していまして、これは住友工務さんでやったので、もしかして CM これ見たことあると思いますが、実はこれはですね、どういうふうに開発しているかというと、タイヤの中がどういうふうにできているか、どういうふうに動いているかをちゃんと開発あの見てやって、でここを変えたらもっと特性が良くなるよという順番にこう戻っていって、でそこまでを雨宮研究室がやって、それに基づいてタイヤの、まあブレンドの、やり方を変えてエネルギー効率をとても良くしたということです。で、まさかそういうことをやってると、まあ、僕もここに来るまで思わなかったんですが、こういうような応用的なことにつながるとっても純粋科学的なことをやっています。あるいはこれはですね、顔との、共同研究なんですけども、髪の毛ってどうしてツヤがあったりなかったりするのかっていうのを、あの断面構造を見たりして、調べる。で、それによって、で、これをこういうふうにしてやれば、ツヤが出るね。要するに、ツヤツヤしたものを塗るんじゃなくて、中側からどういうふうに変えてやれば、ツヤが出るかというのを研究。別にそれを研究したわけじゃないですけど、そういうふうに応用するということをやっています。まあ、合成樹脂とかもやっていて、これはあの合成樹脂っていうのは、最近その、自動車とか、まあ、航空機とかもそうですけど、だんだんその炭素系の材料、軽いからそっちも行ってるんですけども、でその時に、どういうふうな力学特性を持たせるかっていうのはやっぱり結構問題になるんですけども、そういうのを、まあ、放射光を使って、解析、あるいは、その力学特性との関係を考えて、それでどういう構造のものをどこに使えばいいっていうのを考える、まあ、そういうようなことを、住友化学さんで。それからですね、これは、1ヶ月前に、柴木先生というのが京都大学から来られました。で、まだ実は研究室の中から、これ4月から入っていくんですけども、研究内容は、とても物理的で、低温で、まあ、超伝導に代表される新しい溶質を、研究しましょうというようなことです。で、超伝導の他に、まあ、量子臨界とか低温物理とか、こういう感じをします。まあ、とっても、まあ、理学物理みたいなことが、やる先生です。で、まだ1期生がいない学生ゼロなんですけども、これから1期生が入ってきて、今年の夏の入試を受けると大学院としては大学生になるということになります。で、まあ、やってることは、聞いたことがあるかもしれませんが、鉄系超伝導を最近は、やっていて、もちろん、いろんな新聞さんも載ってるんですけども、まあ、こういうようなことで、どういうふうな理由で鉄が入っているのに超伝導の温度が高いかというのをいろいろ研究しているグループとしてやってて、でその先生が来たということです。だから、まあ、要するに物質系専攻としてはまだ何も分かれやってないんですけども、こういうことも含めてまた新しいこともやるとは思います。で、これはですね、これ難しい話なんですけども、まあ、重い電子が重くなるかというと、実はあの
個体中の中で重くなって1000倍ぐらいにこれ勝手になるんですけども、その重くなったやつが、どうして重くなるかっていうのが分かんないやつがあるんです。でそれを、まあ、いろんな変わった測定をして、見つけたということです。でこれはジキトルクといって、磁場をかけるとこうぐるっと回る、まあ、要するに磁場の中に物が回るっていう、誰でもが知ってるようなそういうことを使って、だけどものすごく精密な測定をして、まあ、とても面白いことをやると、物理の中ではとても興味を持たれている難しいことをやっと分かっているということですね。やっぱりいろいろとても難しいことをやってて、なんていうんですかね、なんていうんですか、人が誰も興味持たないことをやってる方、そんなことはなくて、これはものすごくみんな興味を持っていて、それで、まあ、新聞とかにも載る。で、まあ今できたばっかりの研究者なので、装置を設計したり、プログラムにしたり、解析手法を作ったり、で、そういうことをやる。で、これは研究室できたとき、大体のところもそうなんですけど、初め1期生っていうのは結構そういうことが学べるので、まあ、そういう意味では、まあ、お得なところかなと思いますけども、気軽に来てくださいって書いてますが、3月中に行くと多分何もないので、4月になってから行くような、行くといいと思います。4月になったらものがというわけで、まあ、我々の、講座というのは4研究室ありまして、それぞれキーワードが書いてあります。まあ、これはでもここで見なくても、パンフレットに書いてありますが、まあ、物理を基本としつつ、化学とか材料の皆さんとも、まあ、いろいろ分かり合えるような、まあ、そういうような研究をしていきたいなと思って、いる、まあ、そういうグループになっています。ということで、ですが、何か聞きたいこととか、言われてもなかなか手が抜けないですよね。ですけども、多分ここで興味を持ってもらったら一番いいのは、やっぱり僕はこの研究室をやっぱり本当のことを知らないんで、見学に来てもらうのが一番いいかなと思っていますので、ぜひ興味を持っていただければ4月12日あるいは5月31日に来てもらえればと思います。それでは以上で、物性光化学講座の紹介を終わって、次が、新物質界面化学、新物質界面化学講座。